どうも、Gチャンネルです。以前の放送でですね、塊のベーコン肉をくり抜いてそこに卵を落とし込んで焼いた超贅沢なベーコンエッグっていうのを作ったんですが、そのくり抜いたベーコンの中身がこんな感じで余っておりまして、まあスライスしておいたんですけども、今回はですね、このベーコンを使ってあのナポリタンってあるじゃないですか。もうほぼケチャップ味の日本生まれのパスタ料理、あのケチャップの部分をこちら練り梅で代用してみたらどうなるのかと。まあ梅だって酸味があって旨味もあるじゃないですか。まあナポリタンも日本の料理ですけども、さらに和風テイストにしたジャポリタン作ってみたいと思います。というわけで早速ベーコンとあと玉ねぎも炒めていきます。そんで玉ねぎがしんなりしてきたところで練り梅をニュッと加えます。そんで混ざりやすいように酒も少量加えて全体にこう混ぜていきます。そしたらここに茹で上がったパスタを加えて全体に絡めれば完成です。仕上げにシソを乗せてごまを振りかけまして、こちらがケチャップの代わりに練り梅を使いましたジャポリタンになります。まあパッと見た感じ色が淡いんでペペロンチーノの方が説得力ありますよね。ただですね、今この台所中ものすごい梅の爽やかな香りがするんですよね。それでは早速こちらのジャポリタン、どんな塩梅なのか、梅だけに。それではいただきます。あーいいっすね、梅の酸味パスタにも全然合いますよ。っていうかやっぱこう酸味がこう主な味わいなんで、梅の香りを除けばもう実質ほとんどナポリタンのような味がするんですよね。でもやっぱこの梅の清涼感がですね、このベーコンの濃厚なジューシーな味わいをですね、いい具合にこうさっぱりとさせてくれますね。上に乗せたシソもいいな。この練り梅があれば非常に簡単に作れますんで、ぜひとも皆さんジャポリタン試してみてください。